よいよ発送です。スタートしました。ウィンキートス、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウィンキートス、鼻に立ちます。その後ろからはウィンマリリー、この馬も上がっていく構えです。ことぶきテクティス、どうやら後方からの競馬では前の方から先手を取ったのはレイパパレ、シャムロックヒル、それに続いています。その外からロザムール、並んで9番ウィンマリリー、この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。間が空いてウィンキートス、リュヌルージュ、すぐ後ろその隣にペルツェット、すぐ後ろに伊豆城の金石、黒の帽子、赤い鳥の娘、その後ろその外にソフトフルート、並んで10番ウジカ、ランブリングアレー、この馬もこのグループ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はレイパパレ、2番手はウィンマリリー、ロザムール、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はレイパパレ、ウィンマリリー続いています。ロザムール、その後ろウィンキートス続いています。その外からはペルツェット、その外からはソフトフルート、その外からはユヌルージュ、その隣からはムジカ。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はウィンマリリー、残り 200m ウィンマリリー、意地を見せる。一気に赤い鳥の娘ウィンマリリー先頭だ。赤い鳥の娘、赤い鳥の娘1着、2着にはどうやらランブリングアレー、3着にウィンマリリー。いよいよ発走です。スタートしました。伊豆城の金石、好スタート。ロザムール、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく伊豆城の金石行きました。続いて前へ行くのはロザムール、さらにはレイパパレ、10番ウジカ、その後ろレイパパレ、先手を取りました。その外からシャムロックヒル、これに続いてウィンマリリー、ウィンキートス、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。リュヌルージュ、すぐ後ろその隣に赤い鳥の娘、その後ろからはランブリングアレー、並んで8番ペルツェント、ステラリア、そのうちに続いています。白の帽子クラベル、その後ろその外にレゼル、すぐ後ろにソフトフルート、さらにはことぶきテクティス、最後方に赤いニと 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はレイパパレ、シャムロックヒル、ほとんど差がありません。伊豆城の金石、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はレイパパレ、その外からはシャムロックヒル、伊豆城の金石続いています。ロザムール続いています。ムジカ、その後ろリュヌルージュ続いています。ウィンマリリー、その後ろ。さあいよいよ直線の攻防、レイパパレ先頭、2馬身から3馬身のリード、あと 200m。 レイパパレ意地を見せる。ランブリングアレー頑張れるか。レイパパレ粘る。レイパパレ先頭だ。レイパパレ、レイパパレ1着、2着はランブリングアレー、3着に赤い鳥の娘。いよいよ発送です。スタートしました。赤い鳥の娘、これは好スタート。ロザムール、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してロザムール、鼻に立ちます。その後ろからは赤い鳥の娘、この馬も上がっていく構えです。ことぶきテクティス、どうやら後方からの競馬では前の方から見てみましょう。シャムロックヒル先手を取りました。ロザムール、すぐ後ろ黒の帽子、赤い鳥の娘、その後ろ少し開いてウィンマリリー、これに続くのがレイパパレ、その外にウィンキートス、ランブリングアレー、そのうちに続いています。さらにはペルツェット、その隣にリュヌルージュ、内からは伊豆城の金石、並んで5番ステラリア、すぐ後ろにグラベル、その外からソフトフルート、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてシャムロックヒル、赤い鳥の娘、ほとんど差がありません。ロザムール3番手、後続も追い上げていきます。さあ先頭はシャムロックヒル、ロザムール、その後ろ内からは赤い鳥の娘、間が空いてウィンキートス、内からはウィンマリリー、レイパパレ続いています。その隣からはペルツェル、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はロザムール、あと 200m。 先頭は変わってウィンキートス、2番手はロザムール、ウィンキートス粘る。ウィンキートス